近衛さんは戦前のオーケストラの生みの親といえる存在でした。そして戦後、現在も活動しているさまざまなオーケストラが生まれますが、そうしたオーケストラを育てていった日本の名指揮者たちがいました。
Thank you.